ぴょんぴょんぴょーん、おはようございます。釣り子 TV です。これ、あのね、ルアーが家に届いたんですけどもね、これはちょっと嬉しいですよ。まあ YouTube やってよかったなぁなんて思った次第なんですけども、っていうのが、これね、兵庫県、西宮市甲子園、株式会社今勝、ね、今勝からなんとねルアーが送られてきちゃったよっていうね、これびっくりなんですけども、いやー、まあ確かにね、動画でね、開封動画作ってみたり、紹介したりなんていう感じでやっていましたが、っていう感じですよね。今勝からルアー届いたよっていうね、これは嬉しいなっていうことで、早速何が入ってるかね、開けていきたいと思います。こういう感じで、ねえ、なんだろう、この大きさなんでありがとうってね、シール1枚とかそういうことではないと思うので、これは絶対ルアー入ってるでしょうっていうね、こういう箱ですよね。ね、じゃあ、はい、おお、おほほ、おー、すげー、なーん、恐縮です。はい、わー、すごい、これは来たぞ。おー、アイアローだ、やったー、これアイアロー、アイアローまだいっぱい入ってる。アイアローがいっぱい入ってる、嬉しいな、これねえ。して、あ、これバスロイドジュニア、あ、トリプルダブルね、これわー、安いもんじゃないからな、これは嬉しい。そして、あー、来たー、これ、いやー、買いましたよ、これ。いやー、ねえ、ギルロイドベビーね、自分で買って今ね、誠意、キャスト中ですけども、すげえ、すげえ、なんだこれ、どうした、とんでもないことになりましたね。これ、ダン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 ってこう、おー、いやー、もうちょっと、ね、動画やっててよかったなーっていうね、こういう瞬間が訪れるとは。いやー、これはね、まあここら辺はもちろんね、まあ使ってるね、ルアー、まあこれなんかもね、最近いろいろ重り張ったりね、いろいろ試してね、魚のよりすごいなーなんていうことで使っていましたけども、こっちね、これアイアロー、これ嬉しいなぁ。よう釣れるわっていう感じでね、最近ものすごいね、投げる頻度が多くなっていたので、で、実はちょっと後ろの毛がね、もうだいぶ破れたり、あとはね、実はね、サスペンドモデルとかね、もっとね、投げたいなと思ったけども、なかなかね、買いづらいっていうか、まだね、出るとさーっとね、売り切れちゃうから、沈むやつ使うの怖いなとか思っていたんですけども、一挙にこう4つもね、手に入っちゃったら、これはがぜんね、ちょっともうちょっと投げようかな、そういう気持ちにさせてくれます。で、なんだろう、なんか納品書みたいなの書いてますね、これ。なんだ、あ、すごい、お手紙が入ってます。これちょっと見てみます。いつもお世話になりありがとうございます。いや、こちらこそです。釣り子 TV でのご紹介ありがとうございます。いつも楽しく、拝見させていただいております。何かお礼ができないかと失礼ながら、今勝 の青木プロですね、ジーニアスプロジェクト、青木プロに連絡先を伺いました。こちらの勝手で申し訳ございませんが、一担当の個人的な贈り物としてお受け取りいただけると幸いです。これからも配信を楽しみにしております。今後ともよろしくお願いいたします、ということで、株式会社今勝の担当者様からの心温まるお手紙が書いてます。
そう、そういうことでね、あーそっか、動画見てくれたんですね、ありがとうございます。で、決してね、これで今活サポートとかそういうことではないんですよね。ただそう、青木プロには聞いていたんですけども、このアイアローでね、バス釣ったよなんていう動画とか買って、まあね、早速それはまあ投げてみますから、で投げたら釣れちゃいますから、それでもってこう、そうだな、何本か動画作ってね、投稿してみたんですけども、YouTube の方にね。でそれを今活の方が見てくれたんですね。でそれで ありがとうっていうことで、送ってくれたっていうことで、いやーこれはね、嬉しいですね。こういう感じだとちょっとがぜんちょっと投げる頻度は多くなっちゃうかななんて思いますけどね。まあね、そういう感じなんで、多分 YouTube なんかでこれでね、いっぱい使ったりすると、あー今活の犬になりやがってみたいなね、そんな感じの、コメントとかもね、いっぱいいただくようになるんではないかななんていう風に思いますけども、まあでもね、もうほんとこういうのはね、ほんとね嬉しいので、これで、使えますよそれは。投げまくってやるっていうね、こういった所存でございますが、ただね、まあ釣り子 TV ね、いろんな、ルアー買っていろんなルアー投げるよっていうコンセプトは ありますので、まあ、ここら辺のね、アイアローね、せっかく手に入れましたけど、これと例えば、先日ご紹介したデプスのワカサギベイトね、まあ、これ時を同じくして、フローティングサスペンドっていう感じで出たとして、ワカサギベイトなんかは時を、ほぼ同じくしてフローティングシンキングって感じでね、サイズ感も65っていう感じでね、ライバルとして登場したこういうね、ルアーなんかもあったりしますので、ここら辺が果たしてどうなのかとかね、今勝対デプスって似たようなルアーね、こんな感じのやつとかもね、どんどん作っていきたいと思いますし、そんな感じで、ちょいちょいね、動画の方は作っていきたいと思いますが、まだまだね、今勝からはね、出て買ったっきり、釣っていないシェンロンとかね、あとはジャギーマウスの小さいやつとかね、そういった気になるルアーね、まだ買ってはいるけどね、釣っていないルアーとかいっぱいありますので、そこら辺も引き続きね、やっていこうと思います。まあ何にしても最近使ったルアーの中ではこの IR をね、本当よく釣れるなっていう印象がありますので、引き続きね、まだまだね、これから秋ぐらいにかけてね、あとはそうですね、ちょっと寒くなってどうだろう、もういい加減ディープのなんだろう、ダウンショットかな、ワームでみたいな時期も、結構亀山ダムなんかでこういうちょっと水面直下、表層系の IG 系とかね、最後に入れ食い状態になったりとか、そういうパターンもあったりしますので、引き続きね投げていこうかなというところと、あとね、これは自分でも買って使っているんですけども、ギルロイドベビーですね。これ立方外した状態でなんかギルクイバスがいそうなところに放るわけなんですが、でいろいろなね、ギルっぽいルアーとかワームとかも投げるんですけども、寄りがすごいね。まだ釣り上げてないんで動画とかはね作れてないですけども、じーっと見に来てとりあえずね、加えてみるっていうね、そのシーンはもう何度も何度も目撃して、すげえルアーだなーなんて、まだね、釣っていないんで何とも語れませんけども、魚の寄り、あとは、とりあえずしゃぶってみる性能っていうのはすごいなって、あそこからどうやってフッキングに持ち込むんだろうっていうね、これがなんかね、俺まだもうちょっと勉強しなきゃいけないところなんですけども、ここら辺もね使っていきたいのと、あとはこれですね、ですね、バスロイド、ジュニアトリプルダブルですね。ここら辺は今勝プロスタッフのね、三原プロがこういうチューニング、ああいうチューニングっていろいろな、雑誌とか SNS とか動画とかでね紹介してくれてますんで、これのね、小さいサイズのやつはね結構、投げて釣ったりしてるんですけども、実は
バスロイドジュニアトリプルダブルってのでは俺魚釣ったことないんじゃないかななんていう風に思いますので、まあせっかくねこれ送ってもらったんで、どうやって関東だったら使うのかね、そういうのもねちょっといろいろ投げ込んでみたいと思います。っていうことで大変なことになってきましたね、これね、こんないっぱい入ってましたよっていうことで、まあまあね動画見てくださってそれでまあありがとうっていうことでね、今活の、担当の方からこうやっていろいろ送ってもらいましたので、またいろいろなねそのカラーの使い分けであるとか、あと重さの使い分けね、それとかまあこういったこれなんかは結構最新のルアーになりますね、ここら辺の、釣れたぜみたいな動画もね実況編でどんどん上げていきたいと思いますので、引き続きですね、よろしくお願いいたします。はい、というわけで、本日の釣り講 TV はこちら、動画見たよっていうことで、今勝の担当一担当の個人的な贈り物として、すげえルアーがいっぱい送られてきましたって、こういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。